私と弟の夢はピアノを弾く人、弾く人、ピアノ好きな人が増えること。私のピアノで普段の生活に潤いが増えたらなという思いでこのチャンネルをやっています。ご質問用の URL を概要欄に添付しておりますので、皆さんどんなことでもじゃんじゃん送ってくださいね。さて今日はこんな質問をいただきました。右手でボーカルパートをオクターブ弾きされていますが、親指と薬指で弾かれているのは何か技巧的なメリットがあるのでしょうか。単に手が大きいからついてしまった弾き癖なのか、薬指の方が力が入る、また小指を遊撃隊として使えるなどとメリットがあるからなのか気になります。実はこのような質問たくさんいただいてるんです。今日はしっかりとお答えしていきますね。それではレッスンスタート。まず動画を見ながら、なぜこの人はこの指を使っているんだろうと、なぜどうしてと思うことが上達への近道。質問をくれた君ナイスだよ。私が親指と薬指を使っているのは単なる弾き癖ではありません。このように弾けるように長年かけて訓練しました。ではなぜわざわざそうしたのか、先に答えを言いますと、実は私手が小さくて1と5の指より1と4の指の方が届くからなんです。それに5の指より4の指の方が太い指なので強い音が響きます。和音の時は高音を響かせたいことがたくさんあるので1と4で弾いてることが多いんです。でもこれすぐに1と4で弾ける人は少ないと思うのです。1と4は弾きにくいよと過去に教えてきた生徒さんたちも言っていました。でも手が小さい人も大きい人も1と4でオクターブが弾けるようになったら奏法の幅も広がります。私は手が大きいと見られているようなのですが、実はピアニストの中でも手がとても小さい方なのですよ。弟と重ねてみてもこんな感じ。わかりにくいかな？こんな感じです。オクターブはこれだけしか届きません。頑張ってこれ。ちなみに私の母はもっと手が小さいので、私は手が大きくてピアノに向いてるねと育てられてきたのですが、学生になってから実は自分が手が小さいことに気づきました。手が小さくてもコンクールでは楽譜通りに弾かなくてはいけませんし、上級の曲になればなるほど和音がたくさん出てきますよね。言い訳なんてできません。でも指は伸びて欲しくても簡単には伸びない。これは手首や手、指を柔らかくして開けるようにするしかないと考えて、手の柔軟体操をずっとやってきました。移動時間やお風呂の時間、テレビの時間、手が空いているといつも柔軟体操をしていました。こんな感じや、こんな感じ。とにかく手を柔らかくするんです。では今日は簡単に一緒にやってみましょう。ではまず手を前に出して、さあ手首を回します。ぐーるぐるぐーるぐる、今度は反対、ぐーるぐるぐーるぐる。ではぐっはぐっはと思い切って指先までパーッとして、手のひらにぐーっとしっかりエネルギーを集めます。ぐーパーぐーパー。では続いて親指と人差し指のこの間を広げます。感じで、続いては2と3の指、この間を広げましょう。
続いて3と4の指です。見えますか？続いて4と5の指。さあ続いて1と5の指。あれだけやっただけでも手に血が通って温かくなってきましたよね。さあ柔らかくなったら1と4を最大限に開いてみてください。1と4ですよ。こんなに開きますか？さあ開けたところでそのまま鍵盤の上に持ってきてオクターブで弾いてみましょう。こんな感じです。決して無理はしないでくださいね。この1と4の指で何度も弾いてみます。1と4でオクターブをしたことない人が柔軟体操をしないまましてしまうときっとあいたたたってなると思うので十分に気をつけてくださいね。しっかりと柔軟してからチャレンジしてくださいね。続いて1と4のオクターブがどのような時に使えるかと言いますと、ずっと1と5の指でオクターブを連続していると手首に力が入ってきちゃうんですよね。そんな時に1と4でもオクターブを弾けるようになれば交互に弾いたりたまに取り入れたりすることでずっと使っていた手の筋肉がその瞬間に別の筋肉を使うことになり力が分散し手の疲れが軽減するんです。例えばうっせぇわのようなオクターブが連続で出てくる曲の場合ずっと同じ指を使わずこのように弾くんです。疲れずずっといい音が響きますよ。見ててくださいね。メロディーが今のようにつながりますが、すべて1と5だとこうなってしまいます。お分かりいただけましたか？ですので1と5、1と4とどちらもオクターブでつかめるように日々訓練してみましょう。続いて注意点をお話ししたいと思います。2つの音のオクターブだと1と4で使えますが、例えばドミソドのように4つの和音、4つの和音やドミソシドのように5つの和音、この5つの和音だと指が届かないし指が足りませんよね。1と4を使えるのは2音のみオクターブの時と、中に1音だけ入っているドソドのような3つの和音の時にのみ使えます。このようにいろんな指を使って力を抜きながら綺麗に弾ける方法を探してみるのも練習の一つですよ。そしてもし私のように手が小さくて困っている方がいらっしゃったら、ぜひ1と4を駆使できるように特訓してみてくださいね。最後に私は1と5か1と4オクターブを弾くときにどのように使い分けているかをお話ししたいと思います。これは手の小さい私のやり方なので全ての皆さんに当てはまらないかもしれませんが、聞いていただくだけでいいですよ。1と5は柔らかい音や優しい音、丸い音などを表現したいときによく使っていることが多く、1と4はパンチのある音、激しい音など J-POP のサビなどに使うことが多いです。歌手の方が熱く叫んで歌っていたりするところは1と4を使っていることが多いと思います。届きやすく力が乗りやすいのは1と4ですが、頑張って開いて弾いているのでずっと連続で弾いていると釣りそうになって、たまに1と5にして手を休める時もあるんですよ。
今日も新しい発見がありましたか？効果があったよという方、また効果が出てきた時にコメントをお待ちしております。最後まで聞いてくれてありがとう。それではまた来週夜土曜日に頑張れー。